はい、こんにちは。医師で瞑想トレーナーの上田正史です。今日はですね、瞑想でたどる仏教、この本の、第3回ということで、心の働きということをテーマとして進めていきたいと思います。この本に関してはですね、概要欄にリンクが貼ってありますので、もし興味のある方は手に取っていただければと思います。今日はですね、早速始めたいと思うんですけれども、心の識別作用という話から始まります。識別作用っていうね、いきなり難しい言葉なんですけど、これが何かと言いますと、外界を認識する作用ということで、私たち五感を通じてですね、外界を認識しているんですけども、その作用のことを識別作用というそうなんですね。で、なんでこの識別作用という話が出てくるかというと、これはですね、ブッダによると全ての悩み苦しみの原因であるとされたんですね。なので、ブッダがもともと苦しみから逃れるということを目的にしていたことからすると、識別作用というのは非常に重要な概念になってくるということなんですね。それでですね、この識別作用と悩み苦しみをそれぞれですね、第一の矢、第二の矢と呼ぶことがあるそうです。で、それはどういう意味なのかと言いますと、例えば、人とぶつかるとします。歩いている時に肩と肩がぶつかった、そして痛いという感覚を認識したとします。この識別作用ですね、痛みという感覚を認識した、その識別作用が、第一の矢というわけなんですね。で、これだけで済めばですね、特に、必要以上に苦しむことはないんですけれども、往々にしてあるのはですね、人とぶつかって痛みが生じたことに気づくだけではなく、頭の中で、どこ見て歩いてんのあの人とか、今のわざとだったのかなとか、そういう怒りの感情であるとか、さまざまなものがどんどんと、心に浮かんでくるわけですね。そういうのを指して、こう第二の矢と呼んでるわけなんですね。で、この第二の矢があることによって、必要以上に人間は苦しむことになってしまうんですよというのが、ブッダが言ったことみたいなんですね。で、この第二の矢がどんどんと浮かんできてくる状態のことをですね、ケロンというそうなんです。この難しい字ですけども、これでケロンと読むそうなんですけど、ケロンと、これが苦しみの原因になっていると。それでですね、じゃあ苦しみから解放されるにはどうすればいいのかというのを具体的に考えてみると、今の話ちょっと整理すると、こういう流れですよね。識別作用がまずあって、例えば痛みなら痛みを感じますと。で、そこから、人間の心って戯論が生じてしまうっていうわけなんですよね。で、どんどんと、いろんな考えが浮かんできてしまったりすることによって、悩みや苦しみに結びついていくと。なので、この悩みや苦しみから解放されたいならば、一つの方法としては、この戯論を抑える、一番ですね、一番戯論を抑えるということが考えられると。で、戯論が起こらなければ悩み苦しみも、なくなっていくだろうと。じゃあ戯論をどうやって抑えればいいのっていうと、そのための方法が、前回までで話してきた念処、信心の観察ということになるわけなんですよね。で、それの理由はですね、次のページで示したいんですけど、もう一つですね、可能性としてあるのが ② もしですね、戯論が抑えられない場合はどうすればいいのかというと、悩みや苦しみが あるけれども、それが実は心が作り出したものに過ぎないんだよということを了解する、分かっておくということでですね、悩み苦しみの度合いを減らすことができるんじゃないかということが書かれてるんですね。この2つの可能性があるわけなんですけど、それじゃあちょっと話を戻して、戯論を抑えたいという時に、念処を行うことがどうして、戯論を抑えることにつながるのかということなんですが、なぜ念処で戯論を抑えられるということなんですけども、
これは仏典にはですね、具体的な答えっていうのは書いてないみたいなんですよね。で、この本にですね、書いてある説明は2つありまして、1つは心の容量というものに限界があるためということなんです。どういうことかというと、念処っていうのは、普段はあまり注意をことさら向けないようなことに向けると、普段と違うやり方で注意を向けるので、それだけで心の容量をだいぶ使ってしまうというわけなんですね。で、心っていうのは一度にできることに限りがあるので、他の、必要以上の思いや考えが浮かんでくることを防止することができると、そういう説明ができるというわけなんですね。それが一つの説明ですね。で、もう一つなんですけれども、感覚器官が捉えたものだけをそのまま把握することが習慣化される。というわけで、念処を続けていると、起こっていることだけを正確に捉えるということを繰り返し練習していくので、そこから付随して起こってくる思いや考えが、一緒くたにしてしまわないようになっていくというか、その純粋にその起こっていることだけ、起こっている感覚だけを捉えられるような、脳の回路が出来上がっていくとでも言うんでしょうかね。習慣化がなされていくと。そのことによって、戯論が抑えられて、引いては悩み苦しみが減っていくだろうと、そういうわけなんですよね。はい。っていうことなんですけども、ここから先はですね、やや用語集的になりますというふうにちょっとお詫びを申し上げてから進めたいんですけども、結構ですね、これからの部分は仏教用語の説明が続きまして、それもこれが結構ですね、概念がごちゃごちゃしていて混乱しやすいんですよね。頑張ってまとめてはみたんですけれども、やはりそれでも、混乱しやすい場所だと思いますので、ちょっとですね、ご容赦いただければと思います。少しこう雑多な内容になってしまうかもしれませんけれども、お付き合いください。まずですね、念と知という言葉を紹介したいと思います。これから瞑想、心身の観察ですねを、論じていくにあたって大切な言葉になってくるみたいですので紹介しておきます。念というのはですね、パーリ語でサティというそうです。で、この念というのは、2つに要素が分けることができるそうでですね、何かをこう捉えるときに、捉える時の働きのことを念というみたいなんですけども、対象を捉える時の働きのことを念というみたいなんですけども、その要素がですね、感覚的に捕まえるという要素、対象を捉えるという要素と、言葉が関わって捕まえる、対象を捉えるという要素に分かれると、この念、サティがですね。で、この後者の言葉が関わって捕まえるという、概念がですね、後に知、サンパジャンナということして、概念が分離したそうなんですよね。なので、もともと念が、この2つの要素を含んでたんですけども、後ろの部分だけが、サンパジャンナっていうふうに分かれたというわけで、ちょっと複雑なことになってしまってるわけなんですね。で、今はこの上の方をサティとして説明すると、このサティというのは感覚的に捕まえるなので、例えばこの鉛筆がありますよね、この絵がありますよね。で、この絵を見た時に、その絵自体を捉えている、感覚を通じて絵自体を捉えているという状態がこれサティなわけですよね。で、それに付随して、言葉が関わって、これは鉛筆の絵だ、鉛筆だというふうに認識するとき、それを知というわけなんですね。なので、我々何かに気づくときに、言語が絶対に関わっていると思いがちかもしれないですけれども、実はそうではなくて、まず感覚だけを捉える部分があって、
さらにそれにプラスで、言語を使って捉える部分があると。そのように、気づきの性質は2つに分かれるということなんですよね。はい。それでですね、さらにですね、あの用語が続くんですけれども、今度はですね、念処をやっているとですね、起こってくる、妙と色と、起こってくるというか認識されてくる妙と色という概念を説明したいと思います。でこの「な」と書いて「妙」なんですけれども、この「妙」というのはどういうことかと、注意を向けている、振り向けている、心ですね、振り向けている、まああの本人というか振り向けている心の働き、振り向けている側の心の働きのことを「妙」というそうなんですね。息が入っていると感じる心の働き、息が出ていると感じる心の働き、例えばですよ、呼吸で言うと、でそういうのを妙というと。で、色っていうのは今度何かというと、今度は逆に注意を振り向けられている対象側の、ことなんですね。例えばこう風のような感覚っていうのが呼吸をしていると、まあ、鼻の近くとかにありますよね。そういうのは、まあ、感覚はあの注意を向けられる対象としてあるわけなので、そういう注意を向けられる対象を色というそうなんですね。で普段は、注意を向けている心と、振り向けられている感覚という対象があるというふうには思っていないんですけれども、念処ということを、やっているとふとですね、この注意を向けている心というものと、向けられている感覚というものが別のものであるんだということに気づく時が来るというわけなんですね。それを妙識の分離というそうなんです。はい。それが妙識という概念なんですね。念処に関連して出てくる用語です。さて、はい、どんどん用語が続いて申し訳ないんですけども、次は、五運という言葉を説明していきたいと思います。これはですね、心身を構成する要素のことだそうです。で、これが なんでこの、言葉が出てくるかというと、あの念処の対象としてですね、心身の観察の対象として、まあ、こういう分類ができますよということなんですよね。なので、あの四念処っていうのすでに出てきましたけども、心受心法ですね、それとはまたあの別の、まあ、分類の仕方ということもできるのかもしれないですね。で、あの、その五運っていうのは五というからには5つあるんですけども、まあ、四季受相行四季っていうふうになっていて、でこの最初の四季っていうのはですね、さっき出てきたばかりのあの妙四季の四季とは違うらしいんですよ。これがね、めちゃくちゃあのなんというかこんがらがるとこなんですけども、これ全く別の言葉みたいで、色っていうのは心身を構成する要素のうち、まあ、物質的な要素のことを、色というそうですね。でその残りの部分はもう心の要素なんだそうです。なので心をですね、かなり細かく分けているということが分かりますよね。でこの十相行式っていう心の要素を、まあ、説明していきたいと思うんですけども、こちらの図をご覧ください。で、この図はですね、まあ、あのこれ感覚器官の例として目を挙げているんですね。で目に光が入ってきますよね。目に光が入ってきて、まあ、心の、まあ、スクリーンにですね、こういうイメージが浮かぶと、こういうイメージが浮かぶと、でこういうイメージ、心に描かれたイメージのことをこの色、知識の色で色という読むんですね。あの最初の色っていう方と同じ読みになってしまいますけど、知識の色の方の色が、この心に描かれたイメージを表すと。で、この心に描かれたイメージを、ですね、イメージからですね、放ってであると、これが花であるという認識に至るわけですよね。でこの花であるという認識のことを指して相と、
創造の、創造の層ですね、この層で、この層というというわけなんですね。で、この花であると認識するわけなんですけども、これ花であると認識するためにはこの対象がですね、花であるということをすでに知っている必要があるよと、まあ、以前にそれを学習している必要があると、そういったですね、過去の経験や学習などのことをですね、この行というらしいんですね。そして、この花という認識の結果ですね、感受という働きが生じます。で、この花がですね、ここには苦楽、引く開くと書きましたけど、なんか嫌だなって思ったりとか、この花は好きだなって思ったりとか、まあ、好きでも嫌いでもないなって思ったりとか、こういうさまざまな感じ方があるんですけども、こういうふうに認識の結果生じる、まあ、感情であったり感じ方っていうのを表して、これ受というそうなんです。こうやって心の働きっていうのは分類することができて、それぞれ受、相、行、受、相、行、思議と、呼ぶということなんですよね。で、まあ、さっきのですね、最初に出てきた色と書いて色というのと合わせて五運と呼びますと、いうことだそうです。これが、まあ、念処の対象になるというわけなんですよね。まあ、4とか5とかいろいろ数字が出てきてですね、仏教用語っていうのはちょっと、こんがらがりますよね。まあ、整理されているようでいて、まあ、ちょっとその概念の間が曖昧であったりとか、まあ、重複があったりとか、ちゃんと分類され尽くされてないんじゃないかっていうふうに感じることもあると思うんですけど、まあ、そのあたりはね、こだわりすぎずに、まあ、ざっくりこういう感じかなというふうに捉えて進めていけたらいいかなと思います。はい、それではですね、今日の動画これで終わりたいと思います。最後にですね、お知らせなんですけれども、私このホームオブマインドフルネスという、インターネット上の仮想のお家に住んでおりまして、皆さんぜひよかったらですね、私に、会いに来ていただけたら嬉しいなと思ってます。会いに来るって言っても、どうやって会いに来るのかと言いますと、毎週火曜日にですね、8時から9時、夜8時から9時に定期瞑想会というのをオンラインでやってます。Zoom でやってますので、もしですね、この動画見て私と話してみてもいいなと思われたりとか、あとは私のガイドでですね、瞑想をしてみてもいいなと思ってくださる方がいらっしゃったらですね、ご参加ください。参加のためにはですね、概要欄にある、メールマガジンの登録 URL から登録いただければですね、毎週瞑想会へのご案内をお送りしております。私自身は、まあ、マインドフルネスストレス低減法 MBSR という、プログラムの講師の資格を持っておりまして、そのプログラムに基づいた瞑想会を毎週やっております。ご興味のある方はぜひよろしくお願いします。というわけで、今日の動画はこれで終わります。最後までご視聴いただいてありがとうございました。次回の動画もぜひ、楽しみにしてください。それでは失礼します。